はい、今回は、サックスのキーの押さえ方についてお伝えしたいと思います。フィンガリングですね、クローゼだったりとか、メカニカルな練習をしていたり、指使いが上手くなるためには、どうしてもこう指の、構え方、体の構え方っていうのももちろんそうなんですけれども、それに加えてそのキーに対して指をどう持っているか、どう押さえるかというところが、非常にこう指の効率、工学的に考えても、かなり変わってくるので、それについてお伝えしたいと思います。まず、指なんですけれども、基本的にはこのサックスってこの白い、貝がついたですね、キーの上に指を乗せると思うんですが、ほとんどの方が何も考えないで構えると、こういう形で寝てしまうんですよね、指が。で、寝てしまうとどうなるのかっていうと、指をこう押さえるときにこう離して押さえる、普段はこうなんていうか指をこう伸ばしている状態で、押さえるときにこうつけるという状態になると思うんですね。これ何が言いたいかっていうと、要は、すごく無駄が多いんですね、この持ち方って。左でもそうなんですけども、だいたいこういう指の形になっていることが多いと思います。で、離すときは上に指を動かすというかですね、上に指をこうなんかどけることをしなければいけないと思うんですよ。バネの力だけじゃなくて、こう指自体をこうどけることをしていると思うんですね。右手もそうなんですけども、でこの状態ってやっぱりすごく手の構造的にすごく抑えづらいです。なので、これをちょっと改善したいと思います。でどうするかというと、一番いい押さえ方、手の構造的に押さえやすい押さえ方っていうのは、指 の, この第一関節、ここが第一関節というか第二関節、第三関節なんですけども、この第一関節のところでちゃんと曲げてあげることなんですね。こういう感じで指を立ててあげる、こっちも左手もこういう感じで指を立ててあげる。そうすると、指すごく押さえやすくなります。でなんでかっていうと、指の構造的にこう押さえる、こうグッと握る筋肉っていうのはすごく強いんですけど、人間って。でも離す筋肉ってそんなに強くないんですね。それに繊細にこうコントロールできないんですよ。なので、どうしてもこう自然な状態って、ゴリラとか見てたら分かるんですけど、基本的には手グーになってると思うんですよね。あっちが基本的なこう自分の体の状態なので、こう持ち上げるときってすごく筋肉を使ってるわけですね。でこれってすごく良くない状態なので、なるべくこうグーに近い状態にしていただけた方が、いいわけですね。で楽器を持つときというか、キーを押さえるときもなるべくグーに近い状態で、キーに対して指を当ててあげる。こんな感じでこうつま先が、指のつま先っていうか分かんないですけど、指の先っぽがキーに当たってる状態。普段は何も考えないとこう指の腹ですね、こっちが先、こっちが腹です。こっちが先、こっちが腹。この腹の部分が普段何も考えないと、腹の部分で白いところを押さえていると思うんですが、そうではなくて指の先の部分で、きちんとこう指をキーを押さえてあげるということをやってあげるようにすると、非常に指が押さえやすいです。でただこれだけだとちょっと意識がしづらくてですね、もう一個、必要かなと僕は思ってます。でどういうことかっていうと、指だけではなくて、指だけだとこう普段のポジションにやっぱり結局こう楽な方に降りてきてしまうんですね。なので、そうではなくて、それだけではなくて、こう構えた時にちゃんとというかですね、構えた時に腕のこの手の甲っていうんですかね、手の甲を前に出してあげるイメージ、こういう感じですね。普段は多分何も考えなかったらこうなってると思うんですよ。でそれに対して手をこう前に出してあげる、甲をこうなんていうか演者で観客に向けるイメージですね。こういう感じ、こう普段はこうで、こうする感じですね。右手はちょっとなかなか難しいんですけども、でもとにかく指を立てるために、特に左手が、意識しやすいと思います。こう普段だったらこうなってるものをこうしてあげるっていう感じですね。こうなってるものをこうしてあげる、こうなってるものをこうしてあげる、こういう感じですね。こういう感じですね。でこうしてあげると左手、特に、大体右利きの方多いと思うので、特に左手苦労すると思うんですけれども、左がしっかり立った状態になると、非常にこうコントロールしやすくなると思います。なので、これもぜひちょっと試してみていただきたいなと思います。で、これは基本的なその指 の, その基本キー、メインキーのところですね、のところなんですけれども、テーブルキーってありますよね。テーブルキーってここ、右手だったらここ、左手だったらこっちですね。ここテーブルキーって言うんですけども、テーブルキーを押さえるときっていうのは、これもやっぱり指の腹で押さえると、ここの
例えばレのシャープとドを行き来するときとかってすごくやりづらいわけですね。でもサックスのテーブルキーって全部このクルクルがついてて、ここを滑らすようにこう移動できるようになってるんですよ。こういう風に作られてるんですね、まあ、特に最近の楽器なんかはちょっと古い楽器だとなかったりするんですけど、まあ、なんでこういう風に作られてるんですよ、こう移動がしやすいように。なんでこれを活用しない手はなくて、特に右手はさっきも言ったように指の先で押さえるようにここのキーもですねしておくと、こうツルッと移動できるわけですね。でこっちもそうです、ドシャープから C とかもこうツルッと移動できるんですね。で C フラットですねとかっていうのも結構簡単に移動できたりします。でまあそうドシャープ C、C フラットですね。で C と C フラットっていうのは、まあ、こう押さえてた C をこう押さえてたものをこう一回離してこっちに移動すると、まあ、あの音がベーロベーラリーってなっちゃうので、一気に押さえたいわけなんですけれども、そういう時っていうのは C を押さえながらこの指を倒してあげる、こうですね、こういう動きをしてあげると、スムーズに移動できます。ちなみにこのドシャープに移動するときは、先っぽのところをこうつるっと動かしてこんな感じですね、移動してあげると。でちなみにドシャープから C に C のフラットに行くときもこう、こっちはまあどちらかというとつるっていう感じですね、こんな感じですね。まあ、こんな感じにすると行き来しやすくなります。でちなみにこれ構造、サックスの構造の話なんですけど、このソシャープのキーって結構そのさシャープ系 そのテーブルキーを押してる時って、思わず押しちゃったりすると思うんですが、ソシャープのキーは右手のここのキーでソシャープのキーって押さえてるんですよね。なのでこう分かります、これファを押さえるとこっちのキー閉まるんですよ。なのでこの右手が押さえられてる時ってのはソシャープ触っても触らなくても音が変わらないようにできてるんですね。なんでソシャープを押さえること自体はそこまで気にせずに、フィンガリングを使うようにすると使って全然大丈夫です。でこれ結構怖かってここを押さないようにこう無理な指の状態にしてたりする方いるんですけども、別にそうしなくても、全然問題なくサックス音出ますので。ちなみにたまにここの調整があんまりうまくなくて、ソシャープを押した時にここが開いちゃうことがあるんですけど、そういう時はまあ自分でここネズリちょっとくるくるって回してここを閉まるように調整してあげたり、まあ、もしくは楽器屋さんに持って行ってあげると、低音も出やすくなるかなと思います。で、あとは、パームキーってやつですね、このサイドキーってやつですね。ここも、ここは押さえるとき基本的には手のひらでこう押さえます。押さえるのでこう何ですか、別にここに大きなコツはないんですけども、まあ、押さえるときにこう手が離れてしまうと結構きつい、戻ってくるときにこう霊障とかって戻ってくるときに結構きつかったりするので、手のひらでだけで押すイメージですね。こういう感じです、こういう感じです。ソ、ソ、レとかですね、このとにかく極力フィンガリングをやるときって、指をキーから離さない、その特に指のメインキーから、指を離さないでこう、いてあげると他のキーとのコンビネーションであったりとかの時に結構やりやすかったりします。なので、まあ、なるべく指をそもそもあまり離さない、そのためにはまあ指を立てるっていうこと、まあ、それさらに言ったらそのテーブルキーとかも指を立てていればこう移動がすごくしやすい状態にできますので、まあ、ぜひちょっと自分のフォームを見直してみていただければと思います。これ全くテナーでも同じです。まあ、これも別に課題っていうわけじゃないんですけども、まあ、もしよければその指の状態っていうのをですね写真で撮ってこう送っていただければなと思います。こうやって正面から撮った状態ですね、普段の状態っていうのと、今回ちょっと意識して、撮った、指を変えてみた状態っていうのをこう2枚、撮って送ってくださる方は送っていただけると、大変、嬉しく思います。はい、そんな感じで、指の位置結構これを気をつけることによって、フィンガリングの速さだったりやりやすさ全然変わってきますので、ぜひちょっとうまくいかない人は指があんまり得意じゃないなっていう人は自分の指の位置とかっていうのをぜひちょっともう一回見直して見ていただければなと思います。以上です。